ちはヘアメイクのジョージです。今回はですね、今季の秋注目のブルーのアイシャドウを使ったアイメイクになっています。ブルーのアイメイクの合わせ方のリップだったりとかもありますので、ぜひチェックしてみてください。肌のくすみを取りつつトーンアップさせるパープルの UV 下地をつけていきたいと思います。頬に出してから薄く肌になじませていきます。くすみやすいところが頬なので、頬につけて全体を伸ばすような感じに塗っていきます。ちょっと伸ばしてタップするような感じでなじませていきます。軽くおでこにちょっとつけていきます。目元もくすみやすいので目元はちょっとだけ足して、顔の外側まで塗ってしまうと顔がトーンアップするので大きく見えてしまうので、なるべく内側につけて伸ばすような感じにしていきます。あとは肌にこうやってなじませていきます。手の体温で肌になじませていきます。少しフラットなんだけど光沢のあるファンデーションのリキッドを使っていきたいと思います。ちょっと量を出してブラシでつけていきます。柔らかいサラッとしたものを薄くつけていきたいと思います。筆になじませておでこから放射線状につけてリキッドファンデで、薄く肌を丁寧に仕上げていくことによって肌がきちんと肌になっていきます。今度頬につけていきます。ファンデーションつけて一つずつのパネルを仕上げていきます。でリキッドファンデーションのいいところは肌に密着してくれて薄くつけられるのがいいですね。崩れにくいのもポイントです。で最後に鼻をつけていきます。最後余ったところに目周りをつけていきます。ムラがないようになじませていきます。顎周りに余ったなので少量つけていきます。続いてフェイスカラーを使っていきたいと思います。フェイスカラーはちょっとツヤのあるものを顔を磨くような感じでブラシでつけていきたいと思います。おでこの方から上に向かってスーッとさっきの放射線状を磨く感じですね。でこっち側も磨くようにつけていきます。ツヤベールをすることによってより端正な肌に仕上げることができます。こんな感じです。